暑すぎてもうやる気の起きない皆様、こんにちは、内科具チャンネルです。本日は三股からインしましたが、やっぱり帰り相当めんどくさいですね。神楽20度超え猛暑日のゴールデンウィーク2日目、混雑状況やゲレンデ状況をお届けです。このチャンネルを登録しておけば、春神楽のゲレンデ状況が丸わかり。どうぞ最後までご覧になってください。さて、連休中日ということもあり、やっぱり混雑でリフトは10分待ち。三股が滑れない状況なので、神楽エリアに集中しちゃいましたね。ところが駐車場はこの程度でした。先週末より少し少ないくらいかな。今年は雪がもうないのみな知ってるから、早めにシーズンアウトしてそうですね。これなら明日もゴールデンウィーク後半も満車にはならなそうな予感です。さて、今日も田代で滑りたかったけど、一応三股レポートすることにします。行きは岸面ゲレンデ滑れるけど、帰りは面倒で最短1時間ほどかかります。まずゴンドラコースはまだ滑れますが、疲れるのでゴンドラ下山で約15分、キャリーサービスでスキー預けてエアリフトまで徒歩移動。ゴンドララインは厚み10センチメートルくらい、さすがに明日で終了じゃないのかな。エアリフトまでの移動と乗車時間で十分くらいです。エアリフト終点からクアッドリフトへ再び5分くらい歩きます。スキーブーツだとこの距離歩くのも結構面倒になってきます。クアッドリフトでの下山はスピードと高度があってたまひゅん。ジェットコースターに乗せられた気分。このリフトは速いのでまだ涼しいです。7分程度の乗車時間ですが、ここで大きな問題が発生です。まさかこのリフトの下までしか板を運んでくれないじゃないですか。ロープウェイ乗り場まで運んでくれると思ったんだけどな。ということで、ここからスキー回収して、まさかのハイクアップ地獄です。気温20度超えの中スキーブーツ登山、これが一番辛かったですね。その後ロープウェイ待ちもあり、結局下山だけで1時間かかりました。ちなみに15時過ぎはリフト混雑で30から45分待ちもあるようです。下山するのに下手したら2時間です。明日来る人は14時前に帰りましょう。この後は神楽ゲレンデの状況です。神楽メインゲレンデもご覧の通り、モーグルバーン横がだいぶ溶けました。もう雪出しする気もないようです。先日まで圧雪車で埋めてたのだけどね。11時の一路間の混雑はこれくらい。時間を遡って8時半くらいの神楽メインゲレンデの状況です。やっぱりファーストトラックから3本滑ったらもう荒れてましたが、スキーボードでも4本くらいならまともに滑ることができました。春の圧雪はパウダーくらい貴重です。コブはいつでも滑れるから後回しで OK。 圧雪を滑るなら先日紹介した焼け火大山スキー場が超絶おすすめです。なんたって早朝6時から8時まで2時間滑っても荒れないですからね。神楽メイン上部は滑りやすいけど、シャドウ変化するあたりからコブ祭りです。悔しいので一番右のコブ滑りますが、なんかもうほぼバンクって感じでした。ところどころコブの底が掘れて地面が出ているところもありました。圧雪されているところは大丈夫ですが、いよいよ神楽メインゲレンデも薄い。昨日の配信で草パオのパノラマコース、本日は閉鎖となっておりました。もう
はぐらメインゲレンデとジャイアントコースしか残ってない。5月19日まで営業って言ってるけど、残念なことに5月の1ヶ月予報では全国的に平年より高温予報という発表、さらに融雪が早まりそうです。内カグゲレンデ予報としてはゴールデンウィーク明け翌週で終了と言ったけど、いよいよ現実となってきた感あります。明日でシーズンアウトでいいと思うよ。内カグチャンネルもゴールデンウィーク後半でシーズンアウトする予定となってます。残り4回くらいの配信かと思うので、どうぞ最後まで見守っていてください。というわけで、神楽メインゲレンデ左側を滑ってる分には特に問題なく、まだまだ安心して滑れそうです。今日は20度の高温にもかかわらず、11時までは意外と妖怪いたつかみも鳴りを潜めていたようでした。本日昼過ぎまで滑ってた人いましたら、午後はどんな感じかコメントで教えて。内カグ派3時間しか滑らないので、午後の状態とか全然わかってないです。まあ明日も暑いので、朝一スタートの午前圏一本勝負でいいと思います。今日はあまりにも暑かったので早めに上がってサップしてきました。なんと湯沢のふもとでは気温27度です。もうこれ7月の気温じゃないですか。ということで、雪の上と水の上でどっちが涼しいのか検証してきました。結論はやっぱりどっちも暑い。もういっそのこと飛び込んでいいけど、雪解け水なので水温はかなり低めです。今の時期のサップは少し危ないけど、落ちなければどうということはないです。今日は長靴で漕ぎに出たので、こう暑い日はサンダルになって水に足着しても良かったですね。内カグチャンネルグリーンシーズン、サップとか登山とかやっていく予定です。サップ出張インストラクターなので、体験希望などはお問い合わせください。全国100箇所のポイント漕いでます。あなたのお住まいのお近くにもきっとある。本日漕いだ場所の詳細などはセッションメンバーに共有しますので、興味ある方はメンバーにジョイナス。これから秋まではサップシーズン到来。メンバーになってくれた人向けにまた新しいイベントとか考えてます。というわけで、真夏日の神楽からクールなサップで締めました。次は火曜日に神楽レポート配信予定。また見てね。